予報センターより台風22号に関する情報をお伝えいたします。まず衛星画像で雲の様子を見ていきます。ひまわり8号衛星画像を見ていきますと、南シナ海、インドシナ半島の東の海上に、渦を巻いている雲があります。目もはっきりしています。非常に強い勢力となっています。この後の台風22号の進路を見ていきます。非常に強い台風22号ですけれども、西に時速20キロのスピードで進んでいます。中心の気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルと、かなり広い暴風域を伴っています。この後、勢力を落としながらインドシナ半島、ベトナム方面に、上陸していくということになります。このコースを通りますので、日本への影響はありません。以上、予報センターより台風22号に関する情報をお伝えいたしました。